H1 グランプリプレゼンツ、サッツのオールナイト。前回までは私諸角ゲンズブールがグレートキング花々、ラッシーさんがマサムネ2ですね、この2つ、ドラミさんがオス番長3、そしてユズッキーがセイントセイヤ。前半戦を終えて現在の順位はこちら。トップは変わらずドラミさん。ビリには恒例のあれがありますよ。パツロオールナイト。皆さんいいですか。はい、はい、大丈夫です。言うの忘れてましたけど、最下位の人は罰ゲームがあるらしいです。嘘でしょ、先言ってそれ、まあ、1位にね恩賞があるんだから、まあそれもしゃあないよなっていう感じはしますけどね。そうね、はなはなに座って何言ってるんでしょう ね、まあ、高みから見てるから、ね、僕は最下位は多分ないよなっていう感じですけど。うわ、パチスロモノマネ、パチスロモノマネ、恒例のパチスロモノマネがありますんで。恒例なんですか。ちょっとまあ気合い入れて、大好評らしいです。大好評らしいんでね、ちょっとそこを頭に入れて気合い入れてレバー叩いてもらえればと思います。じゃあ後半戦も頑張りましょう。頑張りましょう。スタートです。知らなかったな。いやでも多分さすがにビリーにここから行くことないと思うんで、っていうのも今 ART 当たってるんですよ。あ違う、ボーナスだった。あれ私これ前半どういう中締めとってどういう当たり方したっけ。これあれなんですけど、 ART に当たってない、一回も。普通に、赤7で、後半戦スタート。いやこれを伸ばさないと。はあ、終わってしまった。じゃじゃーん、来ました、運命のジェネラルバトルが。ここは勝ちたい。50%無理だ。先に喋りましたけども、おやおやおや、やめてあげて、あーやめてあげて。吹っ飛ばされましたけど、全然伸ばせなかった。もう何だったら上乗せして283って初期でいけたんじゃないかっていう全然夢のない数字。19 25 26 27 28、家康じゃん。26、うわ違った、年家だ。お、よし、まあなくはないぞ。ベル一発確定しましたね。逆転で来い。あるぞ、もう一発ベル来い。MB か。よし、
取りましたね。対決前兆、キョウチェリーからの対決前兆で、まあおそらく今対決中にねベル2回引いたんで、まあ、それで逆転じゃないですかね。はい、あ、よかった、414、現在414ゲーム。さあ ART でもう欧州いらない、1回も来るぞ。嘘でしょ、440ゲーム、つら、いつエンジンかかるのこの台。遠いな今日。ART が遠い。キョウチェリーとチャンスメイだよ。まあとりあえず点稼働は確定ですけど、もうこの当選時点で ART の抽選一旦してるんですよね。40% です当選率。で点稼働消化中も一応。ART 抽選してますが、もうそれ弱いんで、もう今の天下道当選時点でですね、ほぼほぼ勝負が決まると思っていいでしょう。終了。何出る、まあ一応こう設定期待度アップいきましょう。15ゲームですけど、まあもう ART の投票ほぼ決まってると言っていいでしょう。いやー、お、緑いった、赤までいけ、よし、これは欲しいぞ。いやこれ使ったらきつい、まあ普通だね。いやなんか嫌な予感すんな。ジャックか、一応これでも ART 抽選。いやほら嫌な予感的中した。いやいや、いただきましたね、さすがに。いやこれもう当たってるやつだわ。ほら勝負どころっすね。嘘でしょ、嘘だろ、信じられない、信じられないよ、こんなひどいことある、マジか、初めて外したぞあれ多分。いやマジ怖うわこの台。いやいやいや、多分シナリオ的な感じでしょ演出。嘘だ、いやいやマジで、いやいやマジか、ひどい、ひどすぎる。いやもうじゃあいいよ、当たんなくて、当たんなくていいけど、もうちょっと優しめの演出でどうにかしてくんないですか。精神えぐってくるじゃんもう、つらっ、おい嫌な予感。いきましょう。嘘でしょ、なんで俺準備中にマジで引くの、嘘だ。
よっしゃあ、あーごめんダブルどうしても止めたくて引き込めそうな範囲で押したつもりだったけど、すげえ大事なところで思いっきり目押し見せましたね。127ゲーム。あれ、127123456789010ダメ、やべえ超大事なとこで青7揃えるのが逃した。青7シングルですね、青7シングルで、50ゲーム。いやマジやらかした、ダメだ歯が立たない。あー順ならんかったね。ダメだ、あー本当に何もできない今日今度中右左かよ、さっき外したやつ。ダメだなマジで。おお別格や、突きっぱねた、綺麗やなこれ。いやこれこれね、これきっかけになりますよ、こういうの本当きっかけになるから。よし17ゲーム。いやーいいもん見れた。ちなみにボーナスの回数は現在ビッグ6バケ6です。ゲーム数が1477、合算は素晴らしいですね。わあいつの間にかもう200ゲーム超えました。あれー、スキッパーから流れが変わると思ったんだけどな。スキッパースキッパー、イガラッシーさんが当たったじゃないですか。イガラッシーさんがもう隣にいて、コウタちゃんは何の反応もしてない。嫌いなのかな。ほら今横から撮ってるんですか、表情を淡々撮ってますよ。セイントセイを淡々と、別に通帳時そこまで目押しもいらないのに。ほらよっしゃ、あーごめん、ほら今のごめんにも、ごめんにも何の反応しない引き込めそうな範囲で押したつもりだったけど、いや多分ラシーさん今目押し見せしたんでしょ、きっとね。例えば隣にいるならいるで、うわーもうみたいなね、なんかあるじゃないですか。さあ何もない、チラチラ見てますね。普通にホールで打ってて、隣の人が、何も知らない隣の人が当たった時のリアクションですよね。チラッとこうやって見るだけ。ちょっとドラミちゃんだけはちょっと思いのほか離れちゃいましたけど、まあ、彼女は逆に出玉でカバーしてますからね、そこ、うん、それはそれで OK なんですよ。じゃあパチスロ動画でね、何を一番見たいかって言ったらパチスロが一番見たいわけですから。で我々はそのじゃあ出玉が、ね、伴わなかった時どうするかっていうので喋ってるだけであって、黙って打っててもうなんかドッカンドッカン出るなら別にそれに越したことはないんですよね。そう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 なんですよ。そのパチスローをね、多分こうやって設定6を打ってても出ないことだってあるわけだし、出ろ出ろって、ね、気合でどうにかなるもんじゃないですからね。出なかった時にどうするかっていうところなんですけど、まあリアクションも取らないな。あ、優しい言葉で慰めてくださいどうしよう、6です。ねえちょっと来て、ちょっと来て、なんでしょう、なんでしょう、呼ばれたよ。ラッシーさんの音嫌いなの？なんでですか？いや、ラッシーさんのさ、一生懸命さ、当たった時とか、よしとかってさ、ゆずき何も反応しないからさ。そんなことないです。そんなことないの？そんなことないです。もう心の底から喜んでます。いや、ここ…でも、隣ですごい辛そうなんで。あ、そう、なるほどね。どう
したらいいものかと。あー、ちょっとそのひどい展開だから声をかけづらいってこと。それもあります。でもさっき7を狙えって言われてさあ、それでも黙ってたじゃん。すいません、前兆中でした。ああ、なるほどね。眠い、ちょっと。ちょっとだけ。ちょっと眠いな。ああ、分かった分かった。顔面カメラちょっと不安です。ちょっとさっきからラッシーさん見てるとさ、こうカメラに対してこうやってこううわーみたいに話すふりしてチラチラこう見てるんだよ。やっちまった。だから頑張ります。なんかちょっと優しくしてあげて。はい、もうちょっとキャピキャピ頑張りたいと思います。ラッシーさんに対して。はい、こう俺もだいぶ眠くなってきたからさ。最低でも1個出てるんで、もしかしたらが、もしかしたらがない。今度こそ危ない気がする。あ、清水寺がとりあえず1じゃないと教えてくれました。2連で終わって、まあ、とりあえず1否定が出る。6ですけど。番長出っ放しになってるでしょ。あ、出てない。え、あ、そうなんですか。なんかビカ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 大枠光ってたから。あー、僕もまたマイナス域にあと10枚で突入です。くふー、はなはなの6でマイナスはダメだって。これでもあれですね、その深夜収録、まあ、ずっと6でやってますけど、これ3回目じゃないですか。その6の凄さっていうよりも、6もこういう怖いことあるよっていうのを見せるのが主になってますよね。だってこれ、あー、OKOKOK、OK OK OK、380ゲーム。これまでマイナスになったら、OK、4台中3台マイナスになる可能性あるでしょ。これぐらいプラスにならないとね。380ゲームビッグです。もうマイナスになってしまいました。今150枚ほどのマイナスですね。ほら、まだ20ゲームなんですよ。で、ジャックチェリーは ART 終了後1ゲーム目に引いてるんで、今19ゲーム目ですね。これが20、21、チャンスアップ。22、あれ、チャンスアップ出ず。23ゲーム、チャンスアップ出てるね。これは文句なし。ジャクチェリーから直撃の本前兆、ジャクフラグからの直撃本前兆だから、これも高設定期待度っていうか、まあ46だねの期待度アップ。ひどくないですか。つらいつらいつらい。あ、仕打ちがひどい。41ゲーム、ちょっとリアクション取るようになって、すいません。なんかすいません。なんか笑いやまってます。なんかほんとすみません。行かせて、いただき、いけるかわかんないですけど。今そのゆずきのものあれを50言って一緒に笑ってたんです。これはきつい。なるほどなるほど。やめて、強いのやめて。復活ポイントをありがとう。これぐらいプラスにならないとね。380ゲーム当たりが遠くなっ。いいよ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 。
ちょっとね、ゲーム数、正確なゲーム数数えられてないんで、いやちょっとでも長いな、これは。多分弱スイカから対決前兆行って、その間に何かしらで逆転してるっていうことだと思います。とりあえずも初当たりは確定、8回目の初当たりですね。飛んでお願い、お願いします。確定飛び越えて、よっしゃ、優しいね。まあ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 、ありがとうございます、よかった。いや、いいパターンが拝めましたね。まあ決してそちらもいい状況とは言えないのに、いやとんでもないです。ありがとうございます、優しいね。とんでもないです、気使わせちゃってるね、もうすさみきってるからね、おじさんも。ちゃんと揃えよう、今度は落ち着いて。あのね、こう7、まあ、ダブルで止まるにしても絶対こうだから、中下段しか止まんないですよね。ちょっとなんかわかんないけど、無意識にね、常駐台に止めようみたいな気持ちが働くんですよ。そうするとあんな風に引き込んでこないっていうことが起こるんで、もうどこにどんな形で揃うかちゃんと覚えておかないとね。まあ皆さんもうちょっと正確に押すんでしょうけど、逆に俺ギリギリを攻めちゃうんで、自分の止めたい形を意識しすぎちゃってるんだよね。取れてないな。一応抽選は受けてるよ。いやいやいや、それでもラッシーさんまだドベですよ多分。ただあー、いいね、これでスケーシングル、コーダちゃんが、130、ユズッキーが最下位、ぐんと高まりましたね今ね、うん、可能性が。秀吉行くんじゃないの、もうそろそろダメだ、ダメか、130決してレア役引いてないわけじゃないんですけどね。あえて見ないでいきましょうか、やっぱりリアルじゃん。下手くそ、マジで当たんないこんな。中左右でした、ひどい、ひどいよ。あと3個ある。ストックがあるのが分かってたところなので、まあストック目に見えたものなかったですからね、しょうがないっちゃしょうがないけど、後半ひどいな全然。ああ、117ゲーム、おや踊りたくなる。なんでビッグに偏らんかな。117ゲーム、ただいま2400ゲームでビッグ8のバケ8、
ビッグの確率が300分の1になってしまいました。おい、135ゲーム。まあピンクのを聞きたいから外します。あ、ビッグやった。135ゲームでビッグです。わーい、わーい、206ゲームです。わあ、ビッグで終わりたかった。お、緑もこれで2回。そうなんですよ。わあ、なんて言ったら13ゲーム。おい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 。ああ、まあ、バゲ先行です。これでビッグ級バゲ10。結果発表。はい。元気を出せ、もっと。この時間にその元気すごい。もっと元気を出せ。もうそれどころじゃない。そっちの二人が。我々のこの空気感。はい、見てこれ。機種選択がまあな。まあ、そうです。まあ、間違いない。しゃあないところあったからね。じゃあ、早速。結果をね、おのおの聞いていきたいと思います、はい、じゃあちょっと正直ドベ争いみたいな感じになってるんで、うん、我々先に行きましょうか。そうしますか。はい、はい、じゃあ僕先に行きますね、はい。僕はですね、なんとかギリギリプラスでした。326枚のプラスでございます。 お疲れ様でした。そして、はい、頭からこう飛び抜けたドラミさんが、はい、私はプラス1979枚です。すごい、これも文句なしぶっちぎりですね。レイアウト重視が効きましたね。いや、さすがでございますよ。正直ですね。まあそのままうまいことね、いろいろ引けた感じもありましたからね、さあそして問題はここですよ。負けた方が罰ゲームでございます。怖っ。どっちからいきます？私からいっちゃいますか。最後ちょっとね、後半とりあえず当たってはいましたもんね。当たってはいましたね。はい、わかりました。じゃあラッシーさんがいきましょうか。はい、お願いします。3枚数言っちゃっていいですか。はい、お願いします。マイナス、うん、1135枚です。1135枚です。マイナスです。あらららら、もうね、何引いてもダメです。じゃあ果たしてゆずっきーがどうなったか最後お願いします。はい、私がですね、マイナスの1191枚です。うわー、ってことは、いや、今全長中だったんですよ今。あータイムアップのタイミングもちょっと悪かったな。そうなんですよね。当たってるかどうかわからない。わからないです。あ、まあ、それが当たっててもでもまあ結局そこから時間かかるしね、またね。そうだね。というわけで、はい、今回は優勝がドラミさん、そして最下位がゆずっきーという結果になりました。まずは1位のドラミさんに金一封を差し上げたいと思います。本当にもらえるんですね。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いただきました。めっちゃでかいな。そうですね、すごい入ってそうな感じがする雰囲気は。うん、いやー、なんか最初のジェネラルバトルで勝ててたらやっぱ流れが違ったんでしょうけど、あれね、60%ですね。そうです。設定変更後なんでちょっと期待したんですけど、ダメで、まあ、そこからちょっと苦しい展開に悩まされ、いまいちこれぞ6だよねっていうのもあまりなく、そうね、直当たりも結局なかったもんね。なんか引けなかった、4000分の1引けなくてっていう辛い展開だったんですけど、本当に辛そうだな。声が小さい。もうガチで負けた人の感じのテンションにやっとるけれども、ね、はい、まあ、深夜ですからね、はい、幸い自分の財布が痛むことはないということで、そこだけが救い、この借りはもう実際昼間のホールで返していただきましょう、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。さあ、では続いてラッシーさん。はい、もう通常時の、直撃のね、点火道とありましたね。そう、あと直撃の本前兆もめちゃめちゃあったんで、うんうん、もうこれホールだったら確かに、お、いい挙動だなと、うん、やめらんねえなってなるんですけど、うん、もう気づくレベルのですね。そう、気づくレベルだったんですけど、その後ですね、何もマジでできなくて、まあ、あれやっぱ引き頼みなとこありますからね。僕もまあまあ打ちますけど、その
たとえその ART 中にレア役を引かなくても、あの本戦場行くことはあるんですよ、ね、ゲーム数でですね、そうゲーム数でそれすらマジでなかったんで、もう今日は本当にやれない日でしたね、パスを打っちゃいけない日でした。いや今日本当展開きつそうでしたね。必勝本の方々もなかなか活躍して帰んないんですよね、第1回目の矢野くんがバーイって、うん、まあ、大和さんはでもそうでもないっていうような中で、うん、前回はあの誠さんは絆の6でボロ負けして帰りましたからね。やめて、同じぐらいの割のやつ打ってるのにめっちゃ出すし ね、 そうですね。辻くんはマイナスだったんですっけ。みゆきちゃんはプラスか、みゆきちゃんだけがちょいプラスで3人中2人が絆の6でね、ちょっとやばいです。必勝本の、まあ、メンツにかけてまたぜひ。そうですね、今日何も爪痕残してないですけど、うん、平さんパターンにならないようにでも結構いろいろ解説してらっしゃったのは見受けられましたんで、うん、ただそこをねあの辺の人たちがどう評価するかですよね、うん、バッサリいかれてるかもしれない。いやいや、まあでもあそこ使わないともうあのラッシーさん映るとこないから、ね、あそこはもう全部オープニングとエンディングしかいねえぞみたいな、あそこはもう全部使わせていただきますよ本当に、はい、さあそしてドラミさんいかがでしたか、はい、いや私はやっぱりもう119%すごいなっていう、うん、すごいねやっぱり、あの出玉出てるんですけど、うん、すごいはっきり言って下手でした今日。 あれほんと6じゃなかったらボロ負けしてるんですよ。どういうことですか。対決がほとんど負けるっていう、もう嫌味にしか聞こえないね。嫌味にしか聞こえない、対決ほんと負けてばっかりで、うん、あっちが勝手に勝たせてくれてるやつばっかりなんですよ。あその機械がね、だからいい設定だから、そこでその勝手にもう確定対決だったりとかっていろいろ選ばれたり、逆転とかいろいろ選ばれて勝ってるってこと、なんとかなるので、うん、すごい普通に打ってたらめちゃくちゃ負けててもおかしくないパターン、だから逆に言うとそれが6の挙動ってことですよね。そうだね、6の挙動だから勝ったみたいな、うんうん、こっちなんかうるせえなっつって楽しそうですね、音がずっと聞こえてね、ずるいなっつって、こっちでもライシーさんの叫び声は聞こえてたんですでも何やってるか分かんないから結構叫んでましたよ。結構叫んでました、はい、私叫ぶシーンあったかな、なんかなんでだみたいな、嘘だろ、なんでだもうずっとずっとそれだけ聞こえてました。だってあの外れるのはいいんですよ、うん、点稼働とかね、うん、外れ方がえぐいんですいちいち、なんか結構厚いの外してたっぽいめちゃめちゃもうこれで当たんないわけないっしょみたいなやつがガンガン外れたんで、もうそのラッシーさんのわーみたいなのにゆずっきーがずっと何のリアクションも取ってなかったから一回呼び出したんですよ、うん、それあれだったんだ、なんかひょこって言って慣れてきたから、確かにその後から急に優しくなった、そんな嫌いなのやばい嫌われちゃった年に 1,2 回しか会わないのに嫌われちゃったのかな俺ちょっとは仲良くなったでしょ最後、はい、いやでも結局まあ6で4台中2台がマイナス、僕はなんとかねプラスになりましたけれども、まあでも僕も言ってもね300枚ぐらいのプラスですから、なんかはなはなもうちょっと安定していけんのかなと思ったけど、ノーマルですもんね。だから逆に言ったらそのホールの方々にはもう怖がらずに6を使ってくれと、そうね今の時代 ね、特にセンタセイヤとか今もうめちゃめちゃ人気あるじゃないですか、中古もバー値段上がってめちゃめちゃ上がってます、だからああいう機種なんで、うわコイン清掃が始まったこの時間にもうそろそろやらないと回転間に合わない、いやだからもう本当にね、ホールの方々はもうガンガン、うん、もうこの辺の機種の6普通に負けますんでぜひとも6を使っていただければと思います、はい、さあというわけで、うん、今回これで終了となりますけれども、最後は罰ゲームでお別れしたいと思います。間違いなく場の空気がちょっとシーンってなるんで、そのままもう皆さんにお伝えしね一番辛いやつですね、よろしくお願いします、はい、パチスロモノマネでございます。パチスロモノマネ、はい、お願いします。はい、行かせていただきます。ほっ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 ダーンというわけでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。さよなら。これはちょっと深夜でもきつかったね今日は。じゃないですか。楽しかったです。ほうほうほうつ走っていきましたね崩れてるそこで恥ずかしい、取らないで。番組の最新情報やアンケート投票は番組公式ツイッターから。あなたの見たい企画のご応募もどんどんお待ちしております。次回の配信もお楽しみに。